でも法と正義は全く別のものでしょう。そうですか。互いに縛り合ってるだけじゃないんですか。こんな議論が何になるのか。正義など無駄な概念だ。だけどそれはいつもご都合主義だ。例えば戦争はどうだ。正義の旗を掲げ合い、互いに命を懸けるが、実はただの大量殺人だ。権力の道具だ。正義はいつも力のある指導者が決めた基準なのさ。正しい指導者を見つけ出さなきゃ、それこそマジで不可能だろう。法など抜け穴ばかりで、悪は野放し、周知の事実だ。それにどんな意味がある。流れに任せて生きてるんだ。笑われ無視されるだけ、そう永遠に。それが僕らの正義なのさ。どこにある、どこにある、正義とは儚すぎる夢のような。世界平和を願えばいいのか。あれかえる退屈の中で、正義は遠すぎる。この心を満たす何かを、きっと正義と呼ぶのだ。それが答えだ。僕の